ね、汝が望みのままに場所を示せ。間違えた間違えた、ね、汝が望みのままに。で、もう最後の一回、本当の最後、はい、スケジュールに組み込みます。感受性足りない、もしかして、うん、そんなことある。まあまあまあ、まあ、教会だな。え、違う、教会かな。いや、まあまあまあ、その来年、あの魔力を使うのは来年だから、教会で大丈夫、はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み、もうお金の心配はいらん。若い女の、話術カンストした。魔人来ないの？そこでやいらっしゃ。なんか魔人がなんかくれるはずなんだよな。ありがとう、これが報酬です。最終的にね、頑張ってくれたから多めにしておきましたよ。あー、なんか誘惑の香水みたいな。求婚者が増える、お金が増えるってことだよね。要はなんか、なぜかこのゲーム、プロポーズしに来た男たちは絶対お金を置いて帰るんだよね。なんか謎の。なさいませ旦那様。また来たか。お父さん、もう毎回また。そうですか。もうほら、すごい、もう黙っていてもお金が入るわ。来たね、今度は誰。4は国王陛下。おお、勇者。そなたの父は。ほら、この戦士のことを言ってるから。汝が望みのままに場所を示せ。キロ。いや、まだ細くなってないな。まあ一回教会ね、はい。スケジュールに組み込みます。まあ、まあ、今から鍛えても。いいと思うけど、この知能があまりにも低いからな。はい、さすがにあまりにもバカすぎるのは。はい、スケジュールに。いらっしゃい。しかも元々結構賢かったのに、酒場で、なぜか酒場で働くとめちゃめちゃバカになったって。まあ、こういうゲームって大体ちょっとなんか、なんでこれで上がる、なんでこれで下がるっていうのが。まあ、多分バランスのためみたいなこともあるんだろうな。今日で講座を終わる。よし、また初級。初級ならコーマは下がらないからいい。おう、お帰りなさいませ。今年の夏は記録じゃあ。でも早速。全く夏らしくない。やっぱり。あ、細くなった。もう違う人になったよ。来たね、今度は誰に会い。四は国王陛下。おお、そなたの。よし、ね、汝が望みのままに場所を示す。なんか時々この昔やったことあるゲームを人がやってるのを見ると、今のようになんかまた自分でやりたくなってきてみたいな。私はよくそういうのがあるね。進学の方がいいんじゃない。いや、でもこれ安いしな。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み、はい、スケジュールに。よし、人類を。感受性足りないかもしれない。今日でポーズ。ああ、君は次回から。あ、19はちょっと下がるかもしれないな、進行とか。高魔力上がった、魔法評価上がった。まあ魔法評価はまだ上がる余地が全然あるな。高魔力がまだ低いし、いや、 やっぱり武神は行かなくてもいいか。だってあれ行くとなると絶対防御力上げなきゃダメだし、あれ倒すとなると、で、そうなると戦士評価多分めっちゃ上がる。いや、まあまあ、でもまあそもそもそんな時間がないかもしれない。モラルと気品上げなきゃダメだし、そんな戦いに挑んでる場合じゃない。今回の
この調整のためにやっぱりちょっと体重はちょっと維持しないと。お帰りなさいませ。旦那様、お嬢様。お宅の娘、まあ、絶対芸術系だろう。お宅の娘、ほんと、まあまあまあ、来たね。今度はだ、ここは、おお、ゆ、そなたの父、え、なんか次が最後かもしれない。望みのままに、なんかいきなり数字が小さくなったっていうことはもう打ち止めかもしれないっていう、というかそうだろう。よし、一番、ま、間違えた。なんか操作が、あ、そういえばこれ来てなかったわ。これもう魔法評価上がる？今347。よし、やっぱり上がった。これが竜のレオタード、まあ、まあ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 って感じだな。なんか、あ、悪、なんか悪の助幹部みたいな。なんか悪者、なんか変身、違う、なんか変身、なんか怪盗、なんかなんかそういう、そういう感じの戦士みたいな感じだな。これでも一応魔法評価調節できるんだね。いや、でもさ、あれ元々のはなんだっけ。元の方がコーマ10、コーマ15じゃん。あ、違う、あ、服、あ、違う、鎧と服は別々つってことだよね。え、ってことじゃん。え、じゃあ私これ、これをこのレオタード着てコーマ上がって、その上がるみたいな。何言ってるんだ。どっちもなんか二重鎧みたいな。まあ鎧じゃないけどな、これ。まあ、じゃあこれやっぱり下着じゃん、使い方的にはね。まあシルクのドレス一応やるか。まあ色気あってもね。まあ今社交評価めっちゃ高いから、まあ、一番、一応プリンセスっぽい。え、汝が望みのままに、バキロ。あと何か、何がある、なんか。いらっしゃい、お嬢さんに似合う素敵な洋服はいかが。なあ、そう。はい、ここは雑貨屋ですよ。攻撃用知能、いや、なんか物を持つその数の制限とかあったらちょっとやばいよな。まあ最終手段として、まあでもちょっと買うか。はい、ここは雑貨屋ですよ。書物は、書物定価はこうなってますが、はい、めちゃ割引、書物の値段定価はこうなってますが、はい、ありがとう。もうちょっと買う。書も定価はこうな、はい、ありがとう。書も定価はこうなってます、はい、ありがとう。15。いや、だってさ、結局今一番、あの話術はもう大丈夫だけど、今一番足りないのって結局あのいいエンディング見るためには、まあ気品を上げまくるのもいいけど、礼法ね、はい、結局これなんだよね、はい、教会なんだよね、結局。はい、スケジュールに組み込みます。では、気品を上げる会。では、いらっしゃい。で、モラル早く、モーラルが、まあ、あと3年くらい。ああ、うわ、あと2年じゃん。ありがとう。この後すぐ16の1年と17の1年、2年じゃん。いらっしゃい。いや、もう無理。もう無理。もう無理。モーラル上がりません。旦那様。お父さん、もう娘さん、お金だけはある。すごい。おじょ、でもさ、やっぱりモラルって大丈夫だったと思う。お金はどんどん増えるけど、
モラルはお金で買えないから。今度は誰に会いたいのだ。もう上世が国王じゃ。よく来たな。すでに世の城のすべてのものと仲良くなったのか。まあつまり他のもところこっちはもうないっていう。いや まずかこれこの感受性では厳しいかもしれない。去年と同じだもん。私お嬢様は舞踏会に出たがるのか。あなたの価値評価が足りない。今回勝ったらもうなんか言うことなしっていうか、もうこの後は全然 OK みたいな。シャッキリポン。お口の、あ、新しい審査員だ。セリフと私に飛ばされた、ま、毎回同じことしか言わんからな。腹いっぱいじ。あ、この料理に決定。いけたか。よしよし。ありがとうございます。指まで舐めちゃう美味しさであった。余は満足じゃ。なお2位と3位の料理はこのように決定しました。感受性にする。感受性でもね、でも待って、感受性なんか下がるのある。なんか高く、ちょ万が一高くなりすぎてたら個人的にちょっと困るんだよな。この特殊結婚の条件が、この感受性高いとキューブとの関係性まだ逆にはなってないはず。そんなに早くならないはず。じゃあやっぱり感受性高くない方がいいわ。旦那様、お嬢様は今月、はい、それは買うわ。ここ読めるんですか。買う、はい、間違えた。ここは雑貨屋です。各自のティーカップ、ティーカップの値段定価はこうなってますが、はい、ありがとう。お嬢様、お誕生日おめでとうございます。まあ嬉しい。お父様、顔違うけどな、背景と。ヴィーナスの首飾りを所持するものよ。これで、感受性上がっちゃうか。お嬢様のお料理コンクール聞いて、食べる食べる。はいはい、縁起物ですし、お嬢様も16歳になる。夜の伝統ってなんだよって話だよな。何時が望みのままに場所を示す。場所を示す。来たね。今度は誰に。わしだ。わしは8。信仰の方が高いから司教の方に行った方がよかったか。何時が望みのままに場所を示す。まあ、めちゃもうすでにめちゃめちゃ割引されてるけど、まあいいかって感じ。いや、やっぱり結局いやでもむしろ、はい、スケジュールに組み込みます。これだったら、はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに早く終われる。めちゃめちゃ なんていうかさ、ずっとその武者修行してるとめちゃめちゃゲーム期間が伸びるから。そこの娘、名のある武芸者と見た。我が名は。どうしよう。いいです。じゃあ魔法で、私魔法8回打てる。お、これ勝ったな。来た。まいった。残念ね。あなたは私。これで、いらっしゃい。これで魔法評価上げればよくない？でこれとりあえず毎日そのまあ体力高いから大丈夫だし。ありがとう。いらっしゃい。心もすさんできてないし、だってめちゃモラル高いし、もうこれはもう全然お金とかじゃなくて本当にただただモラル上げるだけ。すさまじい寒波が早速。なんで超そこまでモラル条件的にね。まあ、旦那様、本当ならね、一番このゲーム私的に一番楽しいやり方は30ゴールドか。やだな旦那様。なやっぱり全くの初見でなんか失敗しながらやるのが一番楽しいと思ってる。常に
でも私すでにこのゲーム昔やりすぎたから場所を示す。だからもうあの一番楽しい楽しみ方はできないから、とりあえず SM 女王を目指すというか、まあ、ダブル女王を目指すっていう、自分で謎の課題を課して、まあまあまあ同じ教会、はい、まあ、ストレスこのくらいはまだまだですよ。はい、スケジュールに、はい、スケジュール、この1ヶ月でどん、379でしょう、この今月の始まりの時に、つまり379、これいらっしゃい、モラル、最終的にこの1ヶ月間でどんくらいモラルが上がったのか、まあつまり休日の日数を除いた数字だと思うんだけど、え、意外ともう400、いやあと200か、ありがとう、これが報酬です。信仰もめちゃ上がったな。来たね。じゃあこの司教、俺は常に司教も大喜びよ。汝が望みのままに場所を示せ、記録した。じゃあ終わったから、じゃあこっちにするか。もう16歳のこの何この、あ、そうか、さっきのこのレオタードで見れる、こうなってた。これ、いや胸がそんなにめちゃめちゃ大きいって感じじゃないよね。まあまあなんか日元的にね、日元だと基本的にめっちゃ大きく描くもんな胸。よう分からんけど、まあまあこの日元にしては別にそこまで大きいって感じではない。まあ一応でもこれなんか落ち着かねえなこれ、この格好だと。いや間違えた、やっぱりこれでいいか。まあなぜなんか女性の服ってなんか、まあ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 、あ、違う、今のモラル4409、え、じゃああのちょうど30上がったね。あの379から409、409、30。あれ1ヶ月30、ちょ絶対いけるじゃん。もう行くじゃあ行こう。はい、そのもう行こう、はい、スケジュールに組み込みます。1ヶ月このこれ絶対いけるじゃん、はい、スケジュール、いらっしゃい。あとは何やる、この魔法評価を何とかすれば。あ、そうか、ちょっと待って、社交評価、ありがとう、これが報酬です。ちょっとあの全部の評価平均じゃないとダメだけど、全部の評価121以上ないとダメなんですよ。でもし私最終の日にその絵筆を売って社交評価が50下がったら417だから、どこかでいらっしゃい、いつ、あ、なんていうか、マジン来ねえの、私こんなに社交評価上がったのに、あのなんか変なマジン来ねえの。ありがとう、これが報酬です。頑張ってくれたから、あの会が礼法武道の回数か、あ、礼法やらないと来ないのか。でもやるからな、いらっしゃい。じゃあ大丈夫か、礼法やれば来るのか。なんか来てなんかやれば多分足りる数字。ありがとう、これが報酬です。プラス5にしてくれるよね、から多めにしておきました、ね、でプラス5にしてくれたら472、じゃあ足りるじゃん。旦那様、お嬢様、お宅の娘さん、まあ芸術だ、お宅の娘さん、まあ、全然面白くない。来たね、じゃあ今度は誰に会いたいの。いや本当、今日は楽しかったよ。ええ、や同じことしか言わん、何時が望みのままでもそれがいい、場所を示す、記録、あっさりしてる。お父さん、体だけは大切にして。まあまあいい感じ、モラルめっちゃ高いからめっちゃいい子って感じになる。
や、モラル、いや、全然上がるじゃん、はい、スケジュールに組み込みます。あ、じゃあ礼法やるか。はい、スケジュールに組み込みます。じゃあバカンスじゃないか。感受性上げたくない。はい、一回自由行動。スケジュール、今月はちょっと散る。さあ、パイモン来い。いや、これ足りるぞ。ではだって、なんかこの教会と比べれば上がり幅が大きいから全然いける。来たね、今度は誰に会いたいの。司教、俺はこれ常に、あ、もう限界ですね。 これだけしか上がるわけないじゃん。何時が望みのままに、私の信仰そんなに高い、あんなに高いのに。よし、じゃあ、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに、はい、とりあえずスケジュール、まずモラルね。でも最終的にモラルを一瞬でゼロにする。銀行も必要なんだよな、 SM 上の場合。だから武者修行めっちゃして、めっちゃやりまくるみたいな。まあ一回くらい追いはげやれば、この人を襲ったらすぐ隠語上がるはずだから。ありがとう。でもモラルは下がるだろうな。これが報酬です。あれダメか。頑張ってくれたから多めにしておきました。人を襲ったらどうなるかな。あ、モラルやっぱり下がるか。モラル15。まあまあまあ。しかもなんかやりすぎると逮捕される。いらっしゃい。まあ、モンスターじゃなくて人を襲うと、まあさすがに逮捕される。どう考えても女王がやることじゃない。まあ一応隠普通にやるか。インゴすぐ上がるけどな、簡単に。いや、魔王に会いたくないからな、私は。来たね、じゃあ大臣はちょっとな。あ、話術、私話術 あります。あら、貴婦人様。あら、かわいい子。王様も年だし、毎日話上手な人。ほら、10、私話術100だから。いや、これこの、何時が望みのままに、これこの人とあの王妃が一番上がりにくい。話術と気立てという レアステータス、なんかレアパラメーターを要求してるから、そのなんかあんまりにも限定的、なんかここでしか上がらないみたいな、はい、そういうのばっかだから。スケジュールに組み込みます、はい、スケジュールに組み込みます。インコ簡単じゃん、この闇酒場とかで。いや、でもこれ、あ、これインコ簡単に上がるじゃん。インゴこれ5ね。闇酒場も、まあ、毎日プラス2じゃん。でも何が下がる？モラルと信仰下がる、さすがに。あ、でも夜の伝道でよくない？夜の伝道、気品あ、え、気品じゃないか。色気だけ上がるか。気品下がるか。いや、ダメか。夜の伝道はな、めちゃ踊るみたいな。まあ、なんかそういう感じ。ああ、ダメか。なんか、まあまあまあ、さすがにか。はい、スケジュールに。いらっしゃい。あなたはもう随分教会で奉仕してきましたね。これからは報酬を増やしましょう。また。これも神のお慈悲なのですね。まあまあまあ、別に。お金なくてもいいよ、正直。こんな橋だがね、こんな。モラルのために生きているだけ。いや、先にモラルを600にした方がよくない？じゃないと隠語どんくらい上げても無理。いらっしゃい。無理というか意味ないじゃん。ありがとう。これ。いや、高魔力だね。今度は誰に会え？あら、貴婦人様。あら、王様も年。長期。何時が望みのままに場所を示す。なんか言う？キューブってよく見ると可愛いわね。いやー、これだからあまり感受性上げたくないんだよな。感受性高いとなんかキューブと結婚する場合もあるからな。いやー、ちょっと。あの武道大会やって魔法だから
19か。進行下がる？まあ一回やってみる。スケジュールに組み込みます。はい。でまあ休暇で。スケジュールに組み込みます。でまあ自由行動。はい、スケジュールに。人類下がる？あ、進行 S 進行ああ、コマ力がダメだこいつ。一応100知能が上がったけど。そこの娘、名のある武芸。どうしよう。いいよし。私の魔力を喰らえ。参った。残念ね。あなた。いらっしゃい。モラル500だ。習い事の。ありがとう。これが報酬です。進学は頑張ってから別にモラルは上がらないの。高魔力は上がるけど。高魔力ちょっと欲しいけどね。正直、お小遣いあげる。行ってきます。ストレス半端ないから。ただいま。大丈夫大丈夫。来たね。今度は。あら、貴婦人。あら。いや、もう全員コンプリートするぞ。人脈とんでもないことになるぞ。望みのままに場所を示せ。キラ。絵や歌を通じて。ああ、なんかわち芸術が高いとそう、それしか言わないな。それは楽しくないです。はい、スケジュールに組み込みます。魔法で勝てる？まあ勝てるだろう。はい。今はスケジュールに、はい、ただただスケジュールにモラルを上げるだけ。いらっしゃい。ありがとう。本当に地道にやるしかないんだよな、このモラルを上げるのって。いやでもまあまあまあ、この武者修行ばっかりだとめっちゃ時間かかるから、この教会ですぐ終われるのは、ね、いらっしゃい。いやでももっとさ、昔私がやったバージョンだともっと早くにできたはずだけど、これはありがとう。ちょっと旦那様、お嬢様、便利さ的にはそれには及ばんあまり良くないな、ゲームの。確か前のバージョンはコマントのなんかアニメのスピードとか調整できたけど、今回何を押してもなんかよく分からない。何時が望みのままに。そのさっきと話したなんか長期っていう、そういうエンドもある。王妃になるエンドもある。まあ誰にでもなれるその将軍になる。つまりさっきそのお城で見た全員になれるまあ全員じゃないかもしれないけど、第一エンドも、そう、例えば第一エンドもあるし、司教エンドもあるし、まあ、何でもあるよな。で最後一枚、そのエンド用の一枚絵があるみたいな、まあ、そういうゲームですよね。はい、スケジュールに組み込みます。はい、まあ一回海に行くか。スケジュールに。これが多分あの昔も、いらっしゃい。昔この海のバカンス大体全裸なんですよね。この映画、このなんか基本的にね、なんか水着着ないんですよね、泳ぐ時も。いらっしゃい。ありがとう。海。ほらこれ昔はもう、まあこれはすごい結構変えられてる。昔とほぼ全然違う角度とか、まあ似てるけどね、あのタコがいるところも、あとまあまあこの泳いでるところもね、昔がねもう本当に全裸。角度ももっとあれ。まあ、全裸だからこそなんかその角度になってたみたいな。なんかその角度で一応なんかなんとかみたいな。もうまあマジで全裸だったな。お帰りなさいませ。まあなんかそう昔のゲームっぽいよな、こういう。来たね。今度は誰に会いたいのか。昔のなんか少年漫画とかもなんか謎のなんか女性の裸が出てくるよな。なんかあの漫画のなんか内容と関係なく。なんか主な内容と関係なく昔の少年漫画もういきなり女性の胸をわしづかみにするし、なんか昔こうなんか今見ると今見る
昔は何も知らない時にあれ見ると絶対悪影響あると思うんだよな。だから何も知らない時に見たら違うと思うんだよな。王様も年だし、なんか意味のないなんか冥王星の裸体出てくるような場所を示す、なんかサービスみたいな、まあなんか男性のために作られた世界みたいな何の話、謎に信仰が高いな。まあでもエンディング分岐はこの戦士評価とかが重要だから、モラルがもう大丈夫じゃん。あ、そうだ思い出した、あの武器と防具をちょっと外します。でこれでなんか来なんか一応次なんか行く予定だから、舞踏会みたいなやつに。お父さんは王様と親しいんでしょ、すごいわね。いや、あんたこそや。何時が望みのままに場所を示す。でまあとりあえずこれ、ね、はい、スケジュールに組み込みます。教会ね、はい、スケジュールに組み込みます。まあはい、スケジュールに組み込み、いらっしゃい。金がもうかからないから、これモラル上がる、ありがとう。600になればもういらっしゃい、もう大丈夫。ありがとう。海、痩せろ。お帰りなさいませ。よし、来たね。なんだっけ、今度は誰に。今の君なら私以外の他の人々とも広く交友を。ああ、もう打ち止めか。キューブってよく見ると可愛いわね。そこが私心配してるんですよ。何時が望みのままに場所を示す。キューブと結婚したら私が見たいエンディングの、あ、お装備を外したら戦士評価が結構下がった。結構装備によってそうかな、そうだね。で、あの高魔力が高いレオタードを着ると魔法評価もちょっと上がるから、まあ一応それがなんか調整できる余地だね。モラルあと少し。はい、スケジュールに組み込みます。まあ魔法そのままでいけるでしょ、はい、スケジュールに組み込みます。まあ一応礼法やるか、はい、スケジュールに。いらっしゃ、めちゃめちゃモラルあります。めちゃめちゃ気品、このあと1年は気品。ありがとう。1年絶対いけるでしょ。いらっしゃい、わかったわ。今日あとはインゴ、インゴは欲しいSM 上演等のためにね。しかもインゴ下がりやすいから、今日はこの町に行って教会にお金を渡したらインゴ下げてくれる、簡単に。では君は上級レベルの伝授はマスターレベルで教えた。旦那様、もう金が、今度は誰に会いたいのだ。あと大臣だけじゃん。わしがこの国のカカよかろう。カカ、わしは賢いに。11、社交評価、はあ、社交評価、結局社交評価上がら、いや、冥王何時が望みのままに場所を示す。ま、魔法評価結局なんとかなるか。いやでも舞踏会一回はやりたいよな、一応舞踏会一回はやりたいよな。で、装備一番いいの、
お金をくるくる竜のレオタード、これと高魔力も上がる。これ絶対勝てるでしょ。で魔法中心、魔法主体に戦わなきゃ。武闘会すでに大勢の戦士たちが集まっていた。みんな腕に自慢の猛者ばかりである。諸君、王国一の勇士を決めるこの武闘会によく参加してくれた。スケベ将軍ね。この武闘会はトーナメント方式で、組み合わせは厳正なる抽選によりすでに決定している。コロシアム正門の掲示板を見てくれ。諸君の健闘を祈る。厳正な抽選と言うけど、なんかライバル、絶対ライバルと当たるんだよね。攻めちょ女攻め、アニータ、カサンドラ。右上、私の相手はアニータ・カサンドラ。お嬢様と同い年で武芸に熱心な女の子ですね。じゃあ、魔法で潰す。おお。来たわね、遠慮しないわよ。魔法だ。うわ、でもなんかよし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 、あ、これ、あ、会心、よしよし。やっぱり抜いといてよかった。この先月魔法使う、魔法使う。もうめっちゃ画面見にくいな。これ編集でなんとかできる。いや、絶対私優勢。よし、戦意を失った。悔しい、もっと修行しなきゃ。あんたは剣しか鍛えないからね。悪いけど、あなたは私の敵じゃないわ。でもあいつからしたらこっちズルだもんな。懸賞金か。あ、そうか。いや、でも最終的にはやっぱり魔法で戦わないと魔法評価、最後上がるのは魔法評価であってほしいから、やっぱり基本的に魔法主体で戦いたい。次ダムダム、あよ、なんか顔見知りじゃない。次の相手、なんかみんな遅いな戦うの。ちょっと B を押せば次。次の相手はダムダム、ダムダム、通称森の人。防御力に優れているのに、魔術を心得てますから強敵ですよ。じゃあまず魔術でやってみるわ。おい、いける、いけるじゃん。私の方が魔法強い、私の魔法技術の方が強い。画面が見にくいのは。参った参った、わしゃもう帰るよ。わしゃもう帰るよ。悪いけど、なんか体力がなくなったバージョンと戦意だけなくなったバージョンっていうのがあるんだよね。絶対ホルスト勝つじゃん。次はホルスト、ハイムマン。次は準決勝ね。ハイムマンは若手の剣士です。なかなかの元気者ですが、腕の方は中の中なんかあんま強そうじゃない。なんかあの勇者みたいな、なんか剣士みたいなやつね。簡単じゃん。俺は勝つ。あ、私の相手じゃないわ、そんな魔法も知らんような小僧は。おらおらおら、小僧が見てる。女に負けるなんて。またそれね。あなたは私の敵じゃないわ。いよいよ決勝戦だわ。あ、悔いがないように全力で戦うわ。レフトールさんは町で剣の先生をしてますが、全国的に名の知れた剣士です。優勝候補の筆頭じゃないですか。じゃあ魔法で、でも一応一回剣でやるか。この俺と勝負なんて100年早いぜ。いや、私の装備の方がいいから。ほら、あ、ええ、回避した。
まあやっぱり魔法の方がいいか。まあまあまあ結局まあ、おいおいおい、ちょちょちょ、おい 57? いや先生しっかりしてくださいよ。魔法魔法先生、お前の弱点は魔法やぞ。まいった、その若さでこの俺様に勝つとは、おめえ天才だぜ。魔法って、魔法で楽勝だ。私が優勝ね。諸君、今年も素晴らしい試合の連続であった。魔法よく開けてくれ。これより表彰式を行う。国王陛下、あっぱれであった。褒美を取らすぞよ。光栄です王様。きっと父も喜んでくれるでしょう。優勝賞金3000。ああそうか、この剣装備しないと貴賓別に上がらないのか。はあ、じゃああんまりだな。しかもこの王様、この剣売れないんだよな。売ったら逮捕される。あ、魔法評価上がった。よしよしよし、まあまあまあ、おめでとうございます。旦那様、最後の1年。お嬢様は今月誕生日を迎え。はい、ここは雑貨屋ですよ。これ貴賓でしょ。各自のティーカップだ。これで飲むお茶はティーカップの値段は定価はこうなってますが、勉強しときます。はい、めちゃめちゃ勉強。お嬢様、めちゃめちゃ値引き、お誕生日おめでとうございます。これはお父様からの贈り物です。まあ嬉しい、お父様ありがとう。じゃあ高評価なんとかしたいよ。首飾りを所持するものよ。我は首飾りの感受性がなあ。いや、キューブと結婚したらちょっと危ないよな。わしかった。わしは、まあ、人脈も、まあ、人脈はもう望みのままに、もういいくらいな気持ちだよな正直。よしで、まあ無断着でいいわ。なんか服が成長とともになんか大きくなってるんだよな。明らかに大きくなってる。服のサイズがね。